エボルブはハンターとモンスターが戦うこれまでにない画期的な次世代のアクションシューターだ。最大の特徴は4対1。ハンターは4人でプレイするが、対するモンスターは1匹。モンスタープレイヤーはたった1人でハンターチームと戦うことになる。不公平？そんなことはない。モンスターはパワフルで、プレイヤーはエキサイティングなゲームプレイを満喫できる。斬新で変則的なシステムだが、ゲームバランスを心配する必要はない。エボルブはアメリカの E3 をはじめとする世界中のゲームショーで、大賞を含む60以上の賞を受賞している。世界中の批評家がエボルブの価値を認め惚れ込んだ。それが答えだ。 I just got off the line with Colony Command. This is no longer a wildlife problem. It's a full-scale evacuation. Gear up. ここは惑星シーア。この美しい自然に騙されてはいけない。植物も動物も、ここに住む全ての生物が人を襲う地獄のような惑星だ。エボルブには最適だ。この狂気と暴力に支配された世界に飛び込んでいくのが、最強の戦闘集団のハンターチームだ。彼らはプロだ。常にチームで行動し、単独で戦うようなヘマは絶対にしない。チームは4つのクラスで編成されている。アサルト、トラッパー、メディック、そしてサポートだ。4人で協力しながら敵を追跡し、とどめを刺す。チームプレイを軽く見る素人はモンスターの餌食となる。クラスは3人の選手の中から好きなキャラを選べる。合計12人となるハンターは全員が個性の塊だ。クラスにはそれぞれ明確な役割が存在し、他のクラスと補完し合うことで初めて最強の戦闘マシーンとなれる。アサルトは歩く武器庫のような存在だ。強力な武器や爆発物を惜しげもなくばらまき、モンスターの体力を削る。攻撃の要と言っていい。戦場で最も頼りになるのがメディックだ。治療や蘇生を行い、チームの戦力弾を阻止する。トラッパーが本気を出せば、敵は動くことも隠れることもできない。追跡装置で獲物の場所をつかみ、罠を仕掛け、モンスターの自由を奪う。サポートがいればチームの戦力は倍増される。重装備を駆使して攻守両面で仲間を援護するタフな野郎だ。各クラスには役割に応じた装備が豊富に用意されている。役割を自覚し、装備を使いこなすことが勝利の決め手だ。These creatures overwhelmed colonial security forces in less than a week. Clearly we're dealing with something far beyond ordinary wildlife. Clearly. モンスター。4人がかりのハンターと戦うモンスターは、単体でも恐るべき破壊力を秘めている。ここでは3種類のモンスターを紹介しよう。ゴライアスが通った後は灼熱の廃墟しか残らない。破壊と殺戮だけを生きがいとする地獄への案内人だ。空からの一撃を得意とするのがクラーケン。鋭い触手と凄まじい雷撃で地上の敵を粉砕する。闇に紛れて襲いかかるのがレイスだ。ステルスと瞬間移動でハンターを翻弄する俊敏で狡猾な暗殺者だ。モンスターは野生動物を捕食することで進化する。進化するたびに強大な能力はさらにパワーアップする。進化は3段階。最終形に進化したモンスターは究極の存在となり、誰も止めることはできない。圧倒的な力でハンターチームを叩きのめす。モンスター最大の醍醐味はそこだ。最終形への進化を果たした時、モンスタープレイヤーはこれまでにない優越感に浸れるだろう。なぜならこれまで駆られる存在だったモンスターがハンターを狩る立場へとエボルブするからだ。脱出モードはこのゲームのメインキャンペーンとなる。ここにはエボルブの魅力の全てが詰まっていると言ってもいいだろう。ゲーム内の全てのマップと個別モードを使用して5日間の壮絶な戦闘を繰り広げる。キャンペーンは連日異なったシチュエーションで行われる。戦いの結果は翌日の戦闘状況に反映される。モンスターを倒せば強力な追加装備や新メンバーが手に入る場合がある。ハンターが負ければモンスターに新たな仲間が加わるという具合だ。パラメーターの組み合わせで戦闘のバリエーションは80万を超え、何が起こるか予測できない。 5 days spraying fire melting faces This ain't a vacation It's fucking paradise こ
別モードもおすすめだ。狩猟モード、モンスターはハンターの手を逃れながら最終形への進化を目指す。そして目標を破壊する。ハンターサイドはモンスターを追い込み退治する。敵が進化する前に仕留めるのがコツだ。巣窟モードはモンスターの卵を破壊するミッションだ。モンスタープレイヤーは制限時間卵を守りきる。卵を孵化させ一緒に戦うこともできる。哀れな民間人を避難所へ搬送するのが救出モードだ。モンスタープレイヤーは避難所へたどり着く前に彼らを殺戮する。防衛モードは宇宙船の脱出準備が完了するまでコロニーの発電所を守り抜くミッションだ。敵はゴライアスの群れ、しかもリーダーは最終形にまで進化している。言うまでもないが過酷で壮絶な戦闘だ。全てのモードはオフラインのシングルプレイでも遊ぶことができる。エボルブのゲーム性はプレイヤー次第で変化する。チームプレイで戦うの、単独プレイで破壊に酔うのも君の自由。誰も経験できなかった新次元の興奮、次世代型アクションシューター、エボルブ。初回限定特典はモンスターパック。プレイステーション4と Xbox One で2015年3月5日発売。狩るか狩られるのか、好きな方を選べ。